ドイツ海軍。ドイツ海軍とは、ドイツの海上兵力を指す。ここでは、定西ドイツ以降の海上兵力について述べる。ドイツ海軍の保有した艦艇は、戦艦、巡洋戦艦、ポケット戦艦、巡洋艦、駆逐艦、潜水艦である U ボート、小型艦として、R ボートや S ボートなどが挙げられる。ドイツの海軍のドイツ語名称の変遷は、 以下の通りである。1815年から1990年。ドイツ皇帝ビィルヘルム2世は、大英帝国に対抗して、海軍長官、アルフレート・フォンキルピッツの下に大規模な艦隊を建設していた陸軍が、プロイセン王国、ザックセン王国、バイエルン王国当初法の陸軍の寄り合い助隊だったのに対し、海軍が皇帝の直轄だったことも一因。太陽艦隊。 大会、艦隊とも訳されると呼ばれた艦隊の規模は、日本やアメリカ U にしのぎ、世界、第2位の海軍として、イギリスと、土球戦艦や巡洋戦艦、ドイツ名では大巡洋艦を中心に、激しい喧嘩競争を繰り広げていた。対戦においても、名高い軽巡洋艦エムデミア、仮想巡洋艦、U ボートによる、通称破壊戦、また、コロネル沖海戦、フォークランド沖海戦、 カッカーバンク海戦、ユトランド沖海戦でイギリス海軍相手に激戦を繰り広げた。しかし、海戦後、ドイツは新型艦の建造は大幅にペースダウンしており、戦争後半になると続々と増強されるイギリス海軍に比べ明らかに劣勢となっていった。そのため、U ボートによる無制限潜水艦作戦が主流となっていった。また、ドイツ海軍は飛行船も保有し、 陸軍の飛行船ともども、イギリス本土への空襲も行っている。その後、キール軍港での水兵の反乱が、ドイツ革命、大戦終結の引き金になった。旧戦交渉終結後に、ドイツ太陽艦隊の主力、74隻は、中立国の港湾でなくイギリスのスカパフローに開港、抑留された。1919年5月7日、 発表されたベルサイユ講和条約案は、抑留中の全艦艇を連合国に引き渡すこととし、ドイツに残されるものはわずか1万5千名の兵と1500名の主艦からなる海軍であった。許される艦艇数は、最大排水量1万トンの戦艦6隻、6千トン以下の巡洋艦6隻、800トン以下の駆逐艦12隻、200トン以下の水雷艇12隻のみ。 潜水艦と飛行機の保有は許されなかった。抑留艦隊司令官ルートビヒフォンドイター提督は、賠償艦として引き渡すことを潔しとせず、1 9 1九年六月二十一日、抑留中の全艦艇に一斉自鎮を命令し、しかし、その代償は大きかった。連合国は、ドイツ艦隊をいかに切り分けて、自国海軍に組み入れるかを考えていたのに、敗戦国の この打ちで、イギリスはよりにもよって、自国のお膝元もと、スカパフローで自沈をされたのだから面目は、丸つぶれであった。しかる後、連合国はドイツに対し、自沈した間に匹敵する賠償を強く要求し、60日以内に提出するよう言明した。ドイツ海軍には、自国海域を守るための最低限で、ある艦、ナッサウ級4隻とヘゴラン級4隻に、 軽巡洋艦、ピラウ、軽ニヒスブルク、グラウデンツ、レーゲンスブルク、シュトラスブルクが召し上げられ、さらに海軍設備の内浮きドック、港湾クレーンタグートサルベージ船、救難船、補給船など、総計40万トンとすべての U ボートと装備品が没収された。これらの艦艇、設備の輸送費は、ドイツの負担により連合国の各国の港に輸送され、 連合各国に働きに応じて分配された。さらに建造中の官邸はすべて解体処分とされ、資材は商業活動目的にのみ利用された。あとに、この因縁の地に20年後の1939年10月14日、ギュンタープリーン注意指揮する、有望という47が侵入して停泊中のイギリス戦艦ロイヤルオークを撃沈した。この知らせに、 ドイツ国民の多くは二十年前を思い、留院を下げた。ベルサイユ体制下でのワイマール共和国における、ドイツ海軍は陸軍同様に厳しい制限を受けた。前述の自震の賠償の影響が海軍の艦艇、設備に暗い影響を与えていた。大型艦としては旧式の純度急戦艦ブラウンシュバイク級、ブラウンシュバイク、エルザス、ヘッセン、プロイセン、 ロートリンゲンドイッチュラント級、ハノーファー、シュージェン、シュレスビヒホルシュタイン、巡洋艦が第一次大戦前に建造された、防護巡洋艦ブレーメン級、ベルリン、ハンブルクガチェレ級、ニオベ、ニンフェ、テーティスはツオネ、メデューサ、アルコナ、駆逐艦16隻、内2隻は、予備、水雷艇16隻、内2隻は、予備、魚雷艇16隻が残されたに過ぎなかった。 さらに、海軍の総人数は一万五千人に制限され、そのうち海軍主幹は千五百人以下とされた。予備役は保有できず、海軍将校クラスは志願制により、最低二十五年は務めることとされ、その他の兵役は十二年勤務に制限された。一旦、海軍を退役した軍人は、軍事教育に関わる分野への再就職は断たれ、 海軍に関する甘下りもできなかった。また、第一次大戦終了時から勤務する海軍、士官たちは病気以外は45歳になるまでは、継続勤務することを海軍に制約せねばならなかった。海軍の仕事として第一次大戦時に付設した、嫌いの総会作業とし、母艦の新規建造は制約されたために戦艦を、総会艇母艦へと改造するしかなかった。これらの作業は、 欧州大陸周辺の指定海域の安全が保障されるまで続けられた。また、既存艦艇の更新のみ、軍艦の建造ができるが、排水量は1万トンを超えることはできなかった。巡洋艦は6000トン以下、駆逐艦は800トン、水雷艇と魚雷艇は200トン以下にまで制限された。軍艦の使用年数は戦艦と巡洋艦は20年。 駆逐艦と水雷艇は15年まで使用することとされた。これらの艦艇は戦前のドイツ海軍でさえ2 0 0級どころか退役間近のレベルであり、列強各国の海軍と比較するのもおこがましいような代物で、ドイツは連合国から海軍の最高を厳しく制限されたのである。また、東にポーランド、西にはフランスという二つの仮想敵国が存在し、加えて、 東プロイ選手がポーランドへの領土割上により飛び地となるなど非常に厳しい戦略状況を迎えていた。この状況下で建造されたのが28センチ砲搭載のドイッチュラント急走交換である。戦艦より速く巡洋艦より強い28センチメートル6門、27ノットと称したこの通称ポケット戦艦は旧式艦の多いフランスと 歴代官艇のみのポーランドの双方を相手にすることへの苦肉の策とはいえ、ワシントン軍縮条約で他国に課せられた制限、主力艦以外は排水量1万トン以下、微放20センチ以下とベルサイユ条約でドイツに課せられた制限、排水量1万トン以下、微放28センチ以下の艦撃をうまくついた艦であった。歴代艦艇についてはドイツ海軍艦艇一覧を 参照のこと。第一次世界大戦。第二次世界大戦。第一次世界大戦。戦艦機。第二次世界大戦。U ボートエース。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。